懐かしのおもちゃがいっぱい、わらべかーん。二宮金次郎さんが出迎え、このように昔遊びの歌が流れています。そしてこちら左側から昭和初期の尋常小学校をですね、モチーフにした再現した、校舎が建っております。さあ教室も昔の再現で、こうやって時間割も書いてます。ここでね、毎日商科の教室が開かれております。その机はこんな感じで、机にも彫り物、そしてこうやって懐かしいおもちゃがね展示されていたり、遊べるスペースがあって、全部で3階建ての建物になってます。すっごい数のおもちゃですね。こんなんね僕初めて見たけど、すごい可愛かった。これすごいよね。でこうやって駄菓子屋さん鈴屋が、再現されたり、奥の方で三丁目の夕日の中で遊びが再現されてます。ぜひ行ってねー。